上演は横手の人形芝居保存会の皆さんです。演目は江戸紫、恋の彼岸の子、八百屋お七、忍びの間です。保存会長の若林慎一郎さんからご挨拶と説明を申し上げます。申し訳ございません。改めまして、こんにちは。ようこそおいでくださいました。私、横手人形芝居今回も会長しております若林と申します。よろしくお願いします。ただいまご紹介いただきましたように、今日の演目は、江戸紫は恋の彼岸、八百屋お七、忍びの間でございます。八百屋お七にはもう一つ、これもあるんですね。忍びの間という、要するに裁判にかかる演目があるんです。まあ、今日のこれからやる物語の内容につきましては、これの一番最後の急のために書いてございますけれども、まずこの、これはちょっと今日は関係ないんですけど、八百屋お七なんですね。江戸の大火事で自分の家が火事になって、それで、菩提寺のお寺の僧の長屋に火事ましたときに、そのお寺の、書生ですかね、まだ心ではないですね、に恋をしまして、それでなんとか相手からも返事をもらおうということで忍んでいるということで、まあ忍びの場というのがあります。そしてまあその後の今度は別な演目の時にはですね、今度はその後、なかなか今度はご一緒に会えないものですから、もう一回火事にしたらまた会えるだろうということで自分の家に火をつけるんですね。それでまあ燃えちゃうんですが、その火をつけたのがお七だということで、結局お七は捕らえられて裁判にかけられて、結局鈴鹿森で火あぶりの刑に処せられるんですね。実は先日大森の徳坊の鈴ヶ森に行きましたら、八百屋お七が火あぶりになるときに乗った石と、それから縛られる棒が立てられるんですが、それの穴が開いたらその石があるんですね。まあ、だからここで、お七は焼かれたのかなというふうに思ったんですが、まあ八百屋お七というのは結局そういうことで一生終わるんですが、細かい内容はどうぞこれの解説書の方をご覧いただきたいと思います。で、私どものこの人形芝居の発端は先ほど先生から参りました安政年間1850年代ですねに、始まったんですけども、まあ私の4代前の祖父が、先代が考案したんですけども、それで今に伝わっているんですが、実は私どもの人形はご覧いただくと分かるように、足がないんです。まあ足のあるものもあるんですけども、足がないんですが、向こう側が
注文を捨てる前のことです。で、一般的には非常に分からないんですけど、それで左右に手を開いたり、だから上下になったりして、まあ、いろいろな仕草をして、その語りに合わせた形をすると。それで、向こうの形に注文を捨てますと、こういうふうな形になるんですね。それでこれで手を上げて下で支えるんですが、この形がお茶のお点前のですね、靴さんの扱いに似てるというふうなことから早稲田大学の川竹先生だったんです、博士ですが、靴さん人形というふうな名前をつけていただいたんです。こんなふうなことで、ちょっと小さいんですけども、これも豆人形と言われたり、先ほど白木さんの場合もそうですが、昔は農家の座敷でやったりですね、ご一緒をもらうでですね、やられたものでございます。この人形そのものはこのことで、この手が曲がらない、足がない、こういった中でどんな所作を持って語りに合わせるかというのはなかなか苦労するところなんですけども、どういうことになるかご覧いただきたいと思います。で、私どもの人形の特徴はですね、まず今ご覧いただいたように、まず小さいということと、それから、語りが説教節であるということ、先ほど13のは時代ですが、私どもの説教節というものですね。それから、もう一つ、これは大きな特徴なんですが、日本にただ一つしか人形芝居ではないんですが、舞台が回るんです。今日も一回回ります。180度回ります。これは回り舞台というふうに通称を言っておりますが、これは大きな特徴、もう大体こんなふうなことが特徴でございます。ちょっと今日バタバタしたので、二人が回っている障子屋はこちらからいいなと思っているんですけども、それでこの回り舞台を考案したのは高島の荒木の坂本、前は斎一郎さんのご生徒だったんですが、荒木泉の神、藤原の宇佐安という宮大さんですね。それで秩父の屋台に似せた形を作ったというふうに言われております。どんな風の回り方するか、それからかなり豪華な美人になります。これものがあってですね、それともう一つ、今日ちょっと見えないんですが、昔明治の初めに秩父三段という画家がいて、秩父武山、秩父高山、秩父四山という3人の画家がいて、その画家の一人、秩父武山が描いた金箔のバッグに牡丹を描いた画もあるんですが、今日はちょっとそれは出る場面がないんですけども、そういった秩父の人が描いた絵だとか、秩父の同僚が作った考案した舞台でございます。一つどんなふうなことになるかご覧いただきたいというふうに思います。以上です。
Thank you.
Thank you.
つの年に父に別れ、七つの年には母に別れ、世に頼りなき身となりしゆえ、東西へもらわれて、出家を遂げしみであれば、その道ばかりは許してくれ、はやはやこの場を入れられよと、言われておいては、涙ぐみ。
られ吉三郎。あいやもしご七殿、最前も言う通り、生みの親より大切に養育受けしよう師匠へ。ひょっとのこいもれるなら、この子は何となりましょう。ここのところを聞き分けて、どうぞ許してくだされと。聞くよりお一は、
証拠と申しますのは、五七
中の八百屋宮廷より白山様、坊梁道山、右の品物何もあって宮廷方より求めた、右品物使いにし、一日返答いたせよと。
人キャバこそ。よう、かくなるは不要なすぼう。寺の汚れちっとも置くことならず、はやはやそこを出おろうと言われて。Thank you.